反医学、反医学、漢医学とは、朝鮮半島の三国時代頃から発達した中国、医学系の医術、薬学を意味し、主に韓国で使われる呼び方である。以前は朝鮮語での発音もハングルでの綴りも、同じ漢医学、漢方医学、漢方医学、漢方医学と呼ばれた。現在では、北朝鮮では、高麗医学、中国では朝医学と称されるが、 これらは新しい故障で、李氏朝鮮では、医学、医師は、東医と呼ばれていた。朝鮮半島の医学は、李氏朝鮮時代に特に発展し、医学書も多く書かれた。また、日本では、九だらの宝蔵、7世紀末から8世紀初頭など、朝鮮半島から渡来した医師が古くから活躍し、医法類寿、1445年、東医、宝冠、 1661年などの医学書が日本に、トライスなど、中国医学だけでなく、朝鮮の医学も日本に影響を与えた。鎖国していた江戸時代にも、朝鮮通信使に堂々した医師と日本の医師たちが、活発に交流しており、その問答の記録が残されている。反医学はその多くを、中国医学によっているが、新旧学は、中国、日本とも相当異なる。制度、 伝統をもって発展し、動物性障薬を多用する点にも特徴がある。一針に級三薬と言われるほど鍼灸が重んじられており、現在の韓国は世界唯一の鍼灸専門医制度を持っている。また、李長末に李細胞が提唱した体質を四つの方に分ける四蔵医学も日本で知られている。現在の韓国の医療は現代医学と 東洋医学の日本立て体制で、範医師、オリエンタルコリアンメディカルドクター、オムドは、現代医学の医師同様大学で6年間の教育を受け、漢方専門医師資格と共に、新灸の資格を持ち、新灸術とき薬を併用して治療を行う。理師朝鮮では、医学、医師は東医と呼ばれており、日本統治時代に、漢方医学、東洋医学、 西洋医学の用語が定着した。戦後は北朝鮮では高麗医学、中国の延辺朝鮮自実習では朝医学と称された。韓国では1980年代から漢方医学を半化体医学に、さらに1986年から半医学と改め、東洋医学という呼び名も使われなくなった。一方、西洋医学という俗称は現在も多用されている。 正式には、医学。最近では、範囲学は、トラディショナルコリアンメディシンだけでなく、オリエンタルメディシンとも英訳されるので、東洋医学を指すこともあるようである。朝鮮半島の医学は、中国医学を取り入れて発展した。高麗時代には、特に庶民救済のため、住み危うだから、東西大品、めぐみ民局が置かれ、現存する朝鮮最古の医学書。 公約救急型、高層時代13世紀後半が編まれた。李氏朝鮮時代において、一般的に、肝医学の恩恵によくすることができたのは、王族、ヤンバンと、中人階級だけであり、一般庶民は、もちろん一部のヤンバン、王族も含むの間でも、寄進信仰に基づく朝鮮時の民族医療が行われていた。李氏朝鮮時代では、体操の時に、 異ろな制度が創始され、清掃の時には、合約修正方と違法類寿が編集されたが、園、山君時代に入ると衰退し、中掃時代に入ると民医学そのものにとって変わられ、漢医学は完全に捨てれてしまう。女身族の侵入や日本との圧力などにより、民薬の輸入が不安定な時代が続くと、民医学の持続が困難になり、肝医学が再び復活するが、 民医学の強い影響を受けている。戦争の時代になると、巨春によって評価の高い東医法官が編纂され、巨ツトムの新旧法やシャイワオ道人の新しい新旧保写法が創始された。19世紀になると、より実証的で科学的な医学が生まれ、リサイバの東被災を方言1894年からは、人間の体質を太陽人、太陰人、 商用人、松陰人に分ける四蔵医学が創始された。朝鮮では、巨春、シャイワオ道人、リサイバが、朝鮮時代の三大医学者とされている。リシ朝鮮後期から末期に入ると、繁医学は衰退の一途をたどり、開国後は西洋医学の流入により完全に水滅し、朝鮮半島において、繁医学、特にリシ朝鮮前期の多くの古遺書が一出していい。 しかしながら、大韓民国の時代にいたり、再び脚光を浴び、多くの繁華大院などが作られ復権している反面、その多くは中医学と区別することが難しいのが、実情である。中国と日本、朝鮮半島、ベトナムなどの周辺国では、近年まで日本では対象、昭和初期まで私的エリート層は高度な漢文の創用を持ち、 翻訳を必要とせず漢文の書籍を読むことがき、互いに筆談で会話することも可能であった。このように古典中国語はヨーロッパにおけるラテン語、イスラーム圏におけるアラビア語、インド圏におけるサンスクリットも同様、広範囲はたって情報の伝達を可能にし、長期間影響を与えた古典言語であったと言える。韓国の医学は中国医学の影響を受けながら、 日本同様に固有の発展を遂げた。日中間では長い歴史の中で漢文によって多くの医学書が書かれた。時代、国によって内容には顕著な違いがあるが、相互に医学書が伝えられ、混然一体となって発展してきた。新旧書、紙王業のように、一つの書籍が民版日本理長版、和国版中国活字版と伝承された例もある。日本における 漢医学の記録は6世紀に遡り、検討士の廃止以降は、医学をはじめ多くの大陸文化が日本化された。10世紀の日本の医学書、維新型984年には、中国医学書だけでなく、九だ新州法、白木法師法など、朝鮮半島の医学書からの引用も、数例見られ、署名、内容を知ることができる。後世の引用から、高麗時代には、 性修理高こう方、ご用方などの医学書があったことが分かっているが、現存する当時の医学書は、公約救急方が確認されるのみで、理長再判本が日本の区内庁所領部に唯一残されている。李氏朝鮮時代には、獣医などの関連分野を含めて200以上の医学書があったとされており、15世紀以前の医学書を集大成した違法類寿全266巻。 1445年、秋尾までの中国医学をもとに、症状、処方を解説した、東方館、全23館、1661年などが有名で、日本にも伝来している。朝鮮半島の医学書は、豊臣秀吉による、文録、慶長の役、1592.1598年の際に、日本に持ち込まれ、印刷技術も伝えられた。 1592年に、秀吉軍が略奪した書籍は、千数層、数千巻とも言われる。朝鮮半島に古い書籍が残されていないのは、このためらしい。日本では、近代化を目指す明治期になると、伝統的な医学書は、不要とされ、多くが真に流出したが、その中には、朝鮮の医学書、朝鮮で出版された、中国の遺書も含まれていた。清の宝物は、 国兵の呼吸博物院、資金城が所蔵したが、国境内戦の際に、中華民国政府が所蔵品を厳選して文字した。そのため、真の学者たちが集めた医学書の大部分は、現在は、台北の国立呼吸博物院に保存されている。江戸時代には、鎖国体制のため外国の医学書はあまり、伝来しなかった。そこで、東伊方館に注目した。 徳川吉宗はこれを復刻させ、江戸時代初の看板遺書として1724年1730年に発売された。19世紀には清氏に輸出され、後には半義が輸出されて、新で出版された。また、朝鮮通信誌であった遺憾や堂々した医師と日本の医師の間にも交流があり、筆談による維持問答などを集めた記録が残されている。医学を含めた、 東洋医学が広く注目されることで、理論の標準化なども試みられ、政治問題に発展することもある。現代では、新旧は世界的に活用されており、世界保健機構、風は、1980年代から始まる伝統医学プログラムの一環として、軽血の標準化を試みた。日中間の研究者は、多くの検討と議論を重ね、2006年に、経血部位が、 国際標準化された。この過程で韓国側が韓国の真実方法が採択されたと発表し中国側が反発したが標準化作業に関わった中国科学院の専門家によれば最終的に決定された361箇所の締結に関して359箇所は中国の国家基準と一致しているという東アジアの医学は中国を源としながらも 各地で独自の発展を遂げたため、用語や処方、理論にも様々な相違点があり、標準化、統一化には多くの壁がある。しかし、漢方、新灸など東洋医学の標準化、グローバル化の流れの中で、アメリカ国立衛生研究所、NIH では大幅な予算を割いて、中医学中心に研究が行われ、その成果はアメリカのものになっている。 研究の規模は2003年の段階で NIH に属するアメリカ国立保管代替医療センター n c シム m と国立がんセンター MC を合わせて250億円に上るものである。アメリカが作ったアジアのハーバルメディスン漢方薬の基準がグローバルスタンダードとしてアジアに押し付けられる可能性もあり、アジアの国々 特に東洋医学の中心である市中間が分裂したままでいることはアジアの伝統医学全体にとって弱みであると指摘されている。日本では中国医学の研究に比べ朝鮮半島の医学、医学史の研究は非常に手薄であるが朝鮮医学史研究の大家として三木久し1903から1992の名が挙げられる。当時、 朝鮮半島の文化、科学技術の日本への影響は知られておらず、日本だけでなく、朝鮮でも朝鮮半島の科学、医学史の研究は、ほとんどなかった。昭和3年から16年間朝鮮半島に暮らした、三木は、その解明に一人取り組み、朝鮮医、諸子、1956年、朝鮮医学史及び疾病史、1963年を刊行した。 日韓両国で評価が高く、韓国科学士学会感謝範章、日本医師学会功労賞などを受賞している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。